どうも皆さん、おはこんばんちなら。現代最強の失恋王子、新荒北仮面のおじさんだよん。そんなわけで今回はチャリンコインフルエンサー、恋愛ありなし、配信者視聴者さんファンその間で恋愛はありなのかなしなのか、そんなお話していこうと思うんで、最後までご視聴よろしく。マーベリックです。おーイエス。やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない、この不思議ちゃんが。荒北仮面、改めましておはこまちなら、現代最強失恋王子、新荒北仮面のおじさん。出会い中全開、出会いを求めて葛西の愉快な臨界の仲間たち降臨って話、マーヴェリックなんだよね。合言葉は、大丈夫、僕最強だから。はい、おめでとうございます。顔、顔 OK ですか。顔 OK です。はい、はい、どうもおはこまちなら、現代最強イケメンチャリンコ YouTuber、 グッドロッキングガイ、新荒北仮面のおじさんだよん。そのわけでね、本日エンカウントしちゃったんで、2人でこちらのチャリ2台とブラック市川ブラックラーメン、市川ブラックラーメンなのかね、食べに行っちゃうと思うんで、よろしく用意してください。はい、そんなわけで今回は珍しいお題、まあ、チャリンコ YouTuber、 チャリンコインフルエンサー、恋愛事情。これ生配信ではね、まあ軽くまあダラダラ喋ったことはあるんだけど、この配信、動画配信っていうこういうスタイルでは初めてかな。で、実際問題どうなんだろう、視聴者さんはこのチャリンコ YouTuber であったり、チャリンコインフルエンサーとの、まあ、交際であったり恋愛を求めているのかな、まあ、はたまたこの、まあね、アイドルを応援するのと一緒で、まあ、チャリンコ YouTuber、チャリンコインフルエンサーに対して、まあ、推し活の一環で、まあ、応援して、ね、そのイベントがあれば、オフ会があれば参加して、まあ、プレゼントなり、チャンネル動画見てます登録してますみたいなね、まあ、そういう熱い思いを伝えるのみで一線を越えないように活動しているのか、まあ、人それぞれだとは思うんだけど、まあ、実際問題どうなんでしょう、皆さんコメント欄で教えてください。で、まあ僕のことではなくてね、周りのチャリンコ YouTuber であったり、周りのチャリンコ系インフルエンサーを見ていると、まあ、客観的に見たときに、まあ、彼ら彼女たちは出会いは求めてないように感じます、まあ、恋愛も求めてないように感じます、まあ、その理由は、まあ女性であれば男の影がちらほら、見え隠れするというのと、まあ男性に限って言えば、まあ特定の女性との関係は、目的としていない、のかな。まあ束縛されたくない、拘束されたくない、抑制されたくないみたいな人が多いように感じます僕はね。まあトータルで見た時に、いや、その年齢で彼氏彼女がいないわけないよね。まあ、結婚してないのは不自然じゃない ?YouTube 活動、インフルエンサー活動はお金目的だよね。ってのが、僕の客観的な意見です。で、次にね、僕は YouTuber であり、インフルエンサーではないんだけど、まあ、僕自身に当てはめて考えたときに、僕は、この YouTube 活動の中で、まあ、出会いを求めているか求めていないかでいくと、異性との出会いは求めていません。まあ、僕自身ね、仮面 YouTuber ラファエルに憧れて YouTuber デビュー、まあ、面白そうだな YouTuber、まあ、ついでにお小遣い稼ぎできたらいいな、ラファエルとコラボできるようにチャンネル登録者数最低でも10万を目指したいなっていうのが今でもねある目標です。で、さらには異性関係に関してはね、僕最愛の人緑川花ちゃんがいるんで求めはしません。まあこの緑川花ちゃんネタだと思っている人結構いるんだけど、ネタじゃないんですって話、マーヴェリックだよね。まあただ世の中にはね、僕みたいに最愛の人がいる
場合であっても、はたまた恋人がいる場合、奥様がいる場合であっても、まあ火遊びが大好きな人はねいるわけです。まあ YouTuber 結構これでオワコンになってるよね。まあ僕が YouTuber の動画を見出した約10年前から、まあ、現在まで、まあ、大物と呼ばれる方々からね、小物の方々、まあ、YouTuber が大体失速する原因、引退する原因は、まあ、女性関係、まあ、オフパコであったり不倫であったり、まあ、そういったことで炎上して、まあ、YouTuber としての、ね、人生を終わってしまう人結構いるんじゃないって話。マーベリックだよね。でも僕のね、もともとの目標はラファエルとコラボすること、さらには遊びながらお小遣い稼ぎをすること、まあ、あとはねこれはおまけなんだけど、老後年金だけじゃ多分人生楽しめないんで、まあ、その頃までね YouTube があれば、まあ、YouTube 活動で、まあ、年金プラスアルファの贅沢をしようかなっていうのがね目標なんで、まあオフパコであったり不倫なんかで、まあ、性欲全開で YouTube 活動をして、まあ、引退なんてねごめんだぜって話。マーベリックなんだよね。なめてんじゃねえぞ。で僕もね、まあ、チャンネル登録者数はね5万人以下のまだまだ底辺なんですが、まあ、10年前からね YouTube 見出して、ね、その頃から活躍してるヒカキンとか、ね、はじめ社長であったり、まあ、あとヒカル、ラファエル、まあ、時々ね炎上はするもののやっぱり女性関係は本当しっかりしてるよね。やっぱり生き残っていくため、チャンネル登録者数100万人200万人、まあ、300万人超えるためにはやっぱり女性関係はしっかりする。まあ、本当大物 YouTuber はね僕らの手本になるんじゃないって話。マーベリックなんだよね。俺の R についてこれるか。まあ、なのでまあトータルでね考えた時、そこそこね、まあ数字のあるね再生数であったり登録者数であったり、まあインフルエンサーであればフォロワー数が多い方であればなおさらこの恋愛対象にはできない。まあ彼ら彼女たちとオフパコするなんてね絶対に無理って話。マーベリックなんだよね。まあ、そんな中どうしてもねインフルエンサー、YouTuber と友達になりたいっていうのであれば、もう自分が YouTuber インフルエンサーになって活躍するしかナイジェリアって話。マーベリックなんだよね。まあ YouTuber インフルエンサーあるあるなんだけど、やっぱりコラボする相手が大きければ大きいほど、まあ、自分に返ってくる見返りも大きくなってくる。まあ、ウィンウィンな関係になれる、まあ、YouTuber、インフルエンサーとはね、まあ、電話番号も交換するし、LINE も交換する。まあ、そんな中、まあ、どん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 、まあ、交流が増えていくと、友達になることも可能。で、まあ、プライベートのつながりもできたとき、まあ、それが男女の関係であれば、ね、お互いが独身であれば、フリーであれば、そこから、まあ、恋愛に発展する可能性は、ゼロではないかもしれないって話。マーベリックなんだよね。まあ推し活相手と付き合うために、後から YouTube、インフルエンサー始めて、数字再生数も登録者数もフォロワー数も、超えるなんて無理だよなんてね思う方は、まあ恋愛が向いてないかな。やっぱり恋愛を成就させるため、好きな人を振り向かせるためにはね、やっぱり己の人生をどこまで捧げられるか、そこが大事だよね。オスカルマーベリック、ブラックラーメン到着したんだけど、ゆるぽたあるある、ゆるぽたあるある、なんとブラックラーメン大人気、絶賛、売り切れです。売り切れのため今日ラーメン食べれません。やっぱりね、ゆるぽたするんだったら早い時間、オープン直後に行くべきじゃない。まだ行くわけね。ちょっとね、どんなメニューがあるかだけね、ちょっと撮影させてもらいたいと思います。今日は撮ってます。食べようと思っていたラーメン、売り切れで食べれない。これって失恋の甘酸っぱい青春思い出すよねって話。マーベリックだよね。
でこちら、屋台風ラーメン屋さん、市川ブラックラーメン、まあ、存在は1ヶ月前以上から、ね、知ったんだけど暑くてね暑さを言い訳にして来れませんでした。でね、サイクルラックもね最近完備されたらしくてね、サイクリストにおすすめです。まあ、近日このリベンジを兼ねて、レビュー動画撮影しに行きたいと思うんでね、ご視聴よろしく。マーヴェリックです。ホーイエス。で、まあ、今回の動画僕ね、恋愛ベタなくせして偉そうにね、インフルエンサーチャリンコ YouTuber との恋愛は難しいよなんて話したけど、僕も、まあ、失恋した数は2桁いてます。仮面を取ったらブサメンなんじゃないって話。マーヴェリックだよね。まあ、そこからまあ導き出せる答えっていうのは、振られた回数がね2桁だからこそ、やっぱりモテない男の、まあ欠点であったり、まあ、恋愛成就することができない男の、まあ、特徴なんかが自分自身、まあ、身を染みて分かっているってところかな。まあね、好きな相手に大好き大好き大好き、ね、大好きアピールしているのに、俺ってかっこいいだろうみたいなね、ナルシスト全開であったり、まあ、相手を喜ばせることよりも俺ってこんなに頑張ってるのにみたいなね、頑張ってるアピール、承認欲求ややりもくをね目的にした恋愛はねうまくいかないって話。マーヴェリックだよね。なので、まあ、結論、 YouTuber やインフルエンサーとの恋愛、同じ業種同じ土俵に立って相手よりも数字が上になれば、ウィンウィンな関係になることさえできれば、そこで友達になることさえできれば成就するかもって話。マーヴェリックだよね。いただきマーヴェリック。